中国の四能さんのコーナーですけども、これはこれ、電話なんですか、これは。はい、一応すみません、カメラ撮る。カメラ、あ、なるほど。すごいすごいですね。なるほど。AV が使いやすいかな。いろいろモードもあってね。はい。はい、あ、すごい素晴らしいですね。まあ、現在この場合は多分この TV の方が元ですね。あ、そうですか。あ、そうですか。まあ、多分その AV を使用するときは、このシャッタースピードはちょっと遅くて、多分そのボケるとかそういうものですか。はい。はい。で、それで、これで。あ、はい。ちょっとこのメニューを。あ、はいはい。あ、素晴らしいですね。はい、はい、なるほど。多分この感じ。こんな感じで、はい、はい、なるほど。ちょ、もうちょっと何か映った方がいいかもしれない。なるほど。あ、はいはいはい、そうですね。これまだ試作品。はい、まだ試作品。あ、これは何、電話はかけられるんですか。電話はかけられません、ね。電話かけられない。なるほど、はい、はい。それ以外は、スマホと似ています。あ、なるほど。はい、アプリをインストロールすることで、または、大体はそういう感じですね。スマホとほぼ同じ。あ、そうですか。じゃあこれ Facebook とかもできるの。あ、できます。そのアプリをインストロールしてから、はい、通信できます。でもあれですよね、アプリ Facebook 入れたら Facebook の電話とかできるんですよね。あ、まあ、そこそ、そうなん、あ、ちょっと、いやいや、いいです、いいです、いいです。でこれは EF マウントだけども、はい、高素圧なんですよね。あ、センサーは M43 サイズ。そう、そうですね、 M43 サイズですね。はい、はい、これはね、ここから取れるんですか。ここからは、ここからと、はい、取れます。大丈夫です。あ、なるほど。あ、ここ、ね、取れるんです。あ、すごい、すごいですね。はい、面白い。でこれ、これは取れないわけね。これはね、あ、これは取れない。取れない。はい、これは、はい、一体で。ああ、なるほど。すごい力技の製品ですけど、面白いと思います。どうもありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい。